ありがとう生態の平野です、ちょっと見えるでしょうかね、まあ、子供用さん用のトランポリンなんですけども、まあ、このトランポリンを使って、まあ、脳幹を鍛えるという、ね、形で、まあ、このようにね、ジャンプすることで、まあ、脳幹が鍛えられるという、ふうに考えるんですけども、まあ、脳幹トレーニングになるとは思うんですが、まあ、この場合、例えば、私がよく言っているこう靭帯の緩みですね、関節の靭帯、ネジが緩んでいる場合にね、じゃあやった場合はどうなるのか、まあ、ネジが緩んだままだともうグラグラになっちゃって、それを、まあ、こういう力を込めて、まあ、トレーニングしなければいけない。そして、まあ、体の軸であったり、足元がねこうフラフラしている人、今本当に多いと思います。フラフラの方が、このトランポリンをやることによると、ですね、余計なこう緊張が入って、やはりその効果的なものが、薄れてしまうというふうに、まあ、私は、考えるんですけども、ですから、体のネジをしっかり、締めてあげて、そして、足の裏がしっかり使える状態にしてあげて、このように飛ぶ、そしてこれもこういういろんなこういう運動をするのではなくて、中心を感じて、もうこの手なんかもブラブラになる、そんなような、感じでね、乗ってもらうと、非常に、ね、効果的だというふうに、考えます。